これからゴールドクエストについてお話します。このゴールドクエストという木なんですが、まず大きさはですね、通常は3メートルか4メートルぐらいのものが多いんですが、中にはもう6メートル以上に成長するゴールドクエストもあります。特徴はですね、この木は、まあ、ヒバというか、まあ、コニファーの仲間なんですけども、そういった、まあ、コニファーに似ている、特徴があります。次に常緑樹と落葉樹に分けますと、常緑樹は仲間になります。また成長が早いか遅いかに分けますと、早い仲間になります。次に剪定の強さですが、このゴールドクエストは、まあ、強い剪定をしてしまうと弱ってしまう場合がありますので、まあ、通常の剪定でしたら耐えることができます。それを踏まえまして剪定のポイントですが、1年にですね、大体そう30センチか40センチぐらいは最低枝を伸ばしますので、その伸びた部分をカットして、形を整えることがポイントとなります。料金は高さが2メートルで3000円からとなります。